ファーストラブね、やっと全部見終わったんですが、まあ、せっかくこう、ファーストラブを全部やっと見終わってから、気持ち的にこう盛り上がったので、せっかくなんで、ファーストラブに出てくる人たちの相性占いみたいなのやっとこうかなと思ってて、前多分、たけるくんと満島さんやったと思うんで、それはね、たけるくんじゃなくてもね、若い子たちもいるじゃないですか。カップルになってる子たち、八重とかね。はるみちとかね、歌とかね、つづるとかね。まあそこら辺も、まあおいおいやる、おいおいつかまあ後日やりますが、まずは、はるみちと、つねみですね。要は、たけるくんとかほさん、相性を占ってみようかなと思うんですけど、ただ僕はかほさんをそんな詳しくなかったんで、ちょっと調べてみたんですけど、かほさんってスターダストなんですね。しかも双子なんですね、この人。二卵性双生児なんだ。へー。もともとはモデルなんですね。ティーン向けファッション、ピチレモンなんかのモデルってことですか。で、途中から女優に転身してきてるんですね。どこら辺から人気出たのかな。海街ダイアリーね。ああ、なるほど、なるほど。海街ダイアリーってなんか有名ですよね。イダテンも出てたんだ。まあ、そんな、カホさんとなんですけど、カホさんとタケル君はぶっちゃけ 相性良くないんですよ。もう、あんまりとか全然良くないですね。まずは、じゃあカップルとしてなんですが、まず、たけるくんが持ってる星の人っていうのは、付き合うと相手に尽くすと。相手のことを大事にする。それまでは結構腰が重いってことですね。ゆっくりじっくり考えるってことですね。一方、カオさんの持ってる星っていうのは、独占欲が強いですね。あと結構ね、結果を早く求める感じですかね。だからそこら辺の時間軸が合わないんでしょうね。まあだからあれと一緒ですよ。春道と、常見と一緒で。常見はね、早くはっきりした関係をしてほしいって言うけど、春道はいや、もうちょっと待ってみたいな感じじゃないですか。じっくりじっくり考えて、やっと3.11の震災の時に大事にしなきゃいけないっていうので、やっと告白みたいな感じですよね。まあだからそんな感じ、同じですね、あれとね。じゃあ、夫婦、結婚の相性ですかね。まあ、たけるくんは要は35歳までで結婚で自分でね、本人で言ってるぐらい、そういうタイムリミットとかケツとか切んないと、自分から決めれないんですよね。まあ、じっくり考えすぎちゃうので決めれないってことですね。慎重すぎる。これでいいのかな？これで大丈夫かな？多分今はそういう時期だと思いますよ。やっぱり、ここで決めちゃっていいのかな、自分の仕事に支障がないかなとか今思ってる時期だと思います。勢いで行くってことはない人ですからね。やっぱりこういうのって勢いで行かなきゃダメじゃないですかとかってよくインタビューでね、結婚の時を言うかもしれないけど、あれって 勢いで行けないからこそわざと言ってるんですよね、自分に対してね。勢いで行ける人は勢いで行くって言わないですからね。カオさんの星って離婚星があるんですよね。だから結婚してしまって一回は離婚してしやすい、してしまうっていう星なので、たける君は一回結婚したら、もう絶対その人と添い遂げたいっていう星なんですよ。カオさんの持ってる星は、まあ、いわゆる水商売の星なので、相性がいいんですよね。モテ星なんで。離婚し、浮気とか離婚は付き物っていう星なんですね。だからそこら辺も合わないのかなっていうと。友達として。そうですね。カオさんは、タケル君みたいに、こう人を選ぶってことはあんまないかなって感じですね。タケルがやっぱりこう、普段は無口。でも、行きたい人だけは行くっていう感じ。この人に興味あるなっていう人には、ぐっと行くけど、それ以外の人は、うんっていう受け身みたいな感じですけど、カオさんの星ってのが、もう、まんべんなく、誰とでもっていうのが星なので、まあ、モテますよね、そういう人はね。みんなから、あ、この人って、自分に気があるんじゃないかって、すぐ思われるような星だと思いますね。もともと何でしたっけ？あの人とカオさん付き合ってたって言ってましたね。荒井裕文さんか。荒井裕文さんと付き合ってたんじゃないかっていう噂があるんですよね。で、まあ、で、この二人の感じ、友達だとしたら、どちらかというと、カオさんの方がタケル君を追いかける、形の星の関係性上になるんですよ。たけるくんの持ってる星は聞き上手なんで、自分が喋るというよりは、話を聞くのがうまい、受け止める星なんで、父性、母性の星なので、カオさんの持ってる星は、悩み事が多かったりとか、まあ、溜め込んだりとかするので、
それをじっくり聞いていただける人を探す傾向にあるので、川さんの方からいろんな相談を持ちかけるタイプかなと思います。話を聞いてもらいたいとも欲しいですかね。まあ、仕事上の相性ですかね。たけるくんが先輩ですよね。で、カオさんが、芸歴出たらどうなんだろう。でも、年はたけるくんがちょっと上なんで。まあ、尊敬するか、関係性であるので、尊敬をしてるのと、あと、まあ、カオさんもね、いろいろ、ファーストラブの時に言ってましたよね。スターだってね、たけるくんのことをね。尊敬の眼差しで見てるので、仕事上の関係性上はいいんじゃないかなと思いますけど、たけるくんとかおさん自体のトータル的な相性は、まあ、ダメかなっていう感じがあります。晴美と常美の関係をそのまま地で言ったような感じはあるかなと思ってます。